みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はセリアで買った1000円分の商品を紹介していこうと思います。はい、ということで今回1000円チャレンジなんですけども、今回ね、欲しいものを買った感じなので、本当になんか丸々縛りとかではないんですけど、今私がね、欲しいものを買ってきました。1000円分ということで、早速紹介していきたいと思います。ですね、もう本当に欲しいものなんで、同じのが何個とかあるんですけど、ご了承ください。ということで、まず一つ目、早速いきますね。あ、もうだんだんいきますね。一つ目がね、このもちふわホイッパーっていう、洗顔フォームとかを泡立てる機械みたいなやつです。これ私ダイソーさんで2回ぐらい買ったことがあるんですけど、2回とも壊してて、ね、こう使うじゃないですか、ボキッ、あ、やっちゃったみたいなのが2回あるんですね。さあ、ちょっと折れなさそうなのを選んできました。もう1個ね、違う種類のがあったんだけど、本当にそれ折れそうで、折れなさそうなのを選んできました。はい、折れないことを願いましょう。でてね、もうこれはね、可愛いなと思って、私今ちょっと部屋の掃除してて、ちょっと部屋の掃除で使いたいものをメインに買ってきました。これもね、部屋に飾れたらなと思って。あともう一個あって、それがねこちらです。こちら可愛くない？これこれね、超可愛いと思って、こんな感じでね、置いたりしても可愛いなと思って買いました。可愛くない？これ本当に可愛いと思って。で、続いてはこれにしようかな。クリアケースシャーレ型っていう、なんか小物を入れるね、丸いケースです。なんかね、こんな感じになっててね、こんな感じで開く、こんな感じの。これ可愛いよね。なんかアレンジとかも透明だからできそうで可愛いです。なんかこれアレンジできるね、普通に可愛い。で、次にね、こちらのワイヤーバスケットです。これもおしゃれだなと思って買いました。可愛くない？もうこう置いてさ、こう置くじゃん、こう置いて、あ、こう緑とか置くの可愛いかなと思って。可愛くない？超可愛いと思ってね。ほら、このリミからもらったね、この優しくなる薬ですよ。まだすっごい余ってるんですよ。私このラムネ実はちょっと苦手ですね。ちょっとね、食べてないんですけど飾ってます。一応こうこんな感じで置くの、あ、可愛くない？いいね、おしゃれおしゃれ。こういうのが欲しかったんですよなので買ってきました。これこんな感じで、ね、使いたいと思います。緑入れようと思って、緑にこういう黒のバスケットとか絶対入るなと思って買いました。で、ラストはもう一気にいきますね一気にいきます。ラストですね、ただこれはですね、こんな感じのね、蓋と箱がセットになってるボックスです。これをね、こんな感じでね、ショーとダイが買ったんですけど、大きい小さい買ったんですけど、これが5個買いました。約半分ですね。本当にこれ目当てで行って、これたちついてないですよ、掃除たちの。可愛いと思って、本当にこれを求めてセリアに行ったようなもんだので、これね、5個買いました。でね、ショーとね、ダイがあってね、これがショーで、これがダイです。こんな感じ。ちょっと違うんですよね。全く同じ種類なんで、ことかも、その面積は一緒なんですけど、体積が違うんですよ。こんな感じで。はい。ということで、以上でございますね。これらを、今から片付けに使いたいと思います。はい、ということで、今回はね、セリアで1000円分の購入品紹介を紹介してみました。購入品紹介を紹介じゃないね。
購入したものを紹介しました。やばい、日本語って難しい。ということで、それではバイバーイ。